それではシビック、見ていきたいと思います。タイプ R ユーロですね、まずはフロントバンパーですね。ここにちょっとちっちゃい飛び石傷があります。まあでもバンパー周りかなり綺麗な感じですね。このリップスポイラーのところですけども、ここちょっと傷がありますね。こんな感じです。まあ、大きく擦ってる感じもなさそうですね。で、エンブレム周辺も綺麗な状態で、左前こちらの方も綺麗ですかね。まあ、ちっちゃい飛び石傷が少しあるかなっていうぐらいな感じですかね。で、ヘッドライトもクリアで綺麗な状態です。ボンネットへこんでるところは特になさそうで、全体的にもツヤがあって綺麗なボンネットになってますね。こんな感じです。続いて左側面ですね。まずはフロントのフェンダー周りですけれども、綺麗な感じですね。特に気になる傷はないです。で、ホイールの方はね、純正のホイールになりまして、綺麗なホイールですね。こんな感じです。で、タイヤの溝もまだね、残ってますね。で、ドアミラーは綺麗な状態で、助手席側のドア、こちらも綺麗な状態になってますね。で、サイドステップ周りですけれども、特に気になるような傷もなく綺麗なサイドステップです。で、リアのフェンダー周りですね。まあ、ちっちゃい飛び石傷みたいのはありますけれども、全体的には綺麗な状態で、ルーフのこのサイドの方もですね、綺麗ですね。こんな感じです。そして左側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。で、左リアの、ホイールです。綺麗ですね。左リアのホイールもこんな感じですね。ちょっとこのね、緑色っぽいのがちょっとついているのが、なんか落ちるのかなっていう感じですけども。で、リアタイヤ、こちらもね、溝の方は残ってるんですけど、リアタイヤは結構ね、ちょっとひびが大きいですね。なんで、変えた方が良さそうな感じです。はい、続いてリアバンパーです。これは、これちょっと塗装の剥がれですかね。なかなかね、このレアなリアバンパーなんですけども、まあ、バンパーの状態もいいですね。右後ろの方も、こんな感じで綺麗ですね。で、トランクですけれども、綺麗な状態ですね。特に気になる傷は見当たらなそうです。リアウィングの方も色褪せなく、綺麗ですね。はい、続いて右側面です。右リアのフェンダーですけれども、こちらもね、綺麗ですね。で、ルーフサイドの方も綺麗な状態になってます。そして右リアのホイール、こちらの方も特に大きく目立つような割り傷もなく、綺麗な状態ですね。そして運転席のドア、こちらもね、綺麗ですね。特に気になる傷は、見当たらない感じです。そしてサイドステップ周り、右側の方も綺麗ですね。こんな感じになっております。そしてドアミラーです。傷もなく綺麗な感じですね。で、右フロントのフェンダー、こちらも同様に綺麗な状態になってまして、
右フロントのホイール、こちらもがれ傷なく綺麗な感じですね。こんな感じになっております。で、右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。で、ルーフです。へこんでるところは特にね、なさそうですね。で、全体的にもツヤがあって、綺麗なルーフになっております。こんな感じですね。はい、続いて内装を見ていきます。はい、運転席ドアトリム見ていきます。この辺りもね、非常に綺麗な感じですね。気になるような傷は特に見当たらなそうです。スカフブレード周りも綺麗ですね。フロアマットも綺麗な感じで、シートの方もこの辺の擦れとか、破れ、そして汚れなどもね、ほぼ見当たらなそうな感じで、助手席側も綺麗ですね。そしてステアリングです。目立つような擦れもね、特になさそうですね。こんな感じで綺麗なステアリングになってまして、で、無限のね、3連メーター付きという感じです。かなりね、これもレアな商品ですね、今となっては。で、ダッシュボード上も、まあ、目立つような乗り跡もなく綺麗な状態になってます。で、カロッツェリアのナビが装着されてまして、あとピボットのね、スロットルコントローラーですかね、まあ、こういうのも付いております。で、シフト周りノブもね、すごい綺麗ですね。ブーツも綺麗かな。あ、ちょっとここら辺の擦れが出てきてますかね。こんな感じになってますね。 ETC はこちらの方に、車載機ついております。で、無限のメーターのユニットですね。はい、ではエンジンをかけてみたいと思います。かかりもね、スムーズですね。マフラー変わってるんでね、いい音しますね。結構ね、レスポンスもいいです。で、バックカメラもついてるという感じですね。はい、じゃあ続いて、トランクを見ていきます。はい、トランクですけども、トリム類特に欠品しているようなところもなく、綺麗な感じですね。トランクの中もこんな感じになっております。で、トノカバーもねついてますね。はい、続いて助手席側、助手席のドアトリムも綺麗な状態ですね。こんな感じです。で、スカフプレートも綺麗な感じで、助手席側のフロアマットも綺麗ですね。こんな感じです。そしてよいしょ、リアシート、リアシートもね綺麗ですね。かつ足元も広々といった感じです。こんな感じになってますね。はい、では続いてエンジンルーム見ていきたいと思います。はい、ではエンジンルーム見ていきたいと思います。ベルト周りですね、特に変な音も、していない感じです。で、エンジンの方もですね、非常に静かな感じで、特に変な音もしてないですね。エンジンルーム内もご覧の通り、かなり綺麗な状態を維持しているなといった感じですね。はい、じゃあ続いて試乗してみたいと思います。はい、それではシビックタイプ R ユーロ、試乗してみたいと思います。前のオーナーさんから直接、買い取りをさせていただいた1台になりまして、まあ、かなりね、久しぶりに
タイプ R ユーロ入ってきましたね。走行距離が38,400キロ。まあね、だいぶ少ないですよね。まあクラッチなんかも全然なんか減ってるような感じはないですし、あとはですね、このマフラー音が心地いいですね。そんなにうるさいっていう感じの音はなくて、ちょうどいい音量っていう感じですかね。あとそれでいてというのも変ですけど、あのアクセルのレスポンスがね、非常にいいですね。FN2 もうちょっとね、ダルな感じだった記憶があるんですけども、まあマフラーのおかげというのもあるんでしょう。なかなかレスポンスがいい感じです。そしてこの無限の3連メーター、これもですね、今となってはかなりレアなパーツになってきてます。あと何気にですね、この 2D のナビ、これがねついてるっていうのは結構でかいんですよ。後からねつけようと思うとね、あの 2D 用のここのね枠を揃えなくちゃいけないので、ちょっとね大変なんですけどもね、最初からこんな感じでついてるのがいいですね。まあミッションの方もすこすこと入りますし、特になんか室内に入ってくるような変な音もなく、まあ快適な感じですね。ただあのタイヤがですね、ちょっと劣化してきちゃってるので、およそ300メートル先右折専用レーンがあります、ご注意ください。ロードノイズは少しね出てきてるかなっていう感じですね。まあこの辺はタイヤを変えていければまた全然変わると思います。うん、特段なんか違和感のあるような感じはなさそうかなという感じですね。まああんまりこう弾数のない車でもありますから、まあこのね、パーツがついてる FN2 なんていうのは特にねレアな感じじゃないかなと思います。はい、以上シビックタイプ R ユーロの試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。